演舞の注目ポイントはステージを幅広く活用し、後半の狩りに向かう激しい演舞にご注目ください。それではピースの皆様お願いいたします。はい、それでは私たち那須塩原市からやってまいりましたピースと申します。第1回宇都宮よさこい祭り開催おめでとうございます。去年の10月頃にお誘いいただいて、それから今日まで楽しみに練習してまいりました。今日は精一杯演舞したいと思います。で、本日今日この中に、よさこい踊り子としてデビューが2名ほど、そしてスポットで2名ほど、合計4人ですね、私たちのオリジナル曲巻狩りのデビューがいます。ちょっと顔は引きつってますが、ね、しっかり演舞したいと思いますので、演舞が終わった時には大きな拍手よろしくお願いいたします。これから始まるのは巻狩りという曲になります。那須野原で鎌倉時代に、源頼朝が盛大に狩りを行った物語、それをよさこいで披露したいと思います。それでは参ります。会場のお客様に礼。さあ、この宇都宮よさこい祭りで狩りを始めるぞ。Yeah!
万円で。ありがとうございました。